そうか、これは。まあ、ひどい。なぜこんなに広がってしまった。さあ、日蓮大師の教えがすごかったもんね、広がったんです。すごい力がある。もともとは、ほら、日蓮召集のご本尊を拝んでるから、やっぱり本当に功徳があるわけですよ。楽しかったです。だから、要はそれはもう言わず語らず人にも言いたくなるだろうし、見てる側もめきめき変わるから、うちも困ってるから入ろうねと。で、特に戦後はみんな苦しかった時代だからね、今みたいにそこそこにみんな幸せじゃないから、際立ったわけだよね、その差が。だからやっぱり爆発的に伸びたと思うんです。まあ、それが根源力と、やっぱり戸田情勢っていうね、やっぱりこの組織化というかな、まあ、信心も猛烈だっただろうしね。だから組織というものに対しても上手だった。こういういろんな条件が重なったと思うんだよね。一つだ。戸田会長にはすごくシンパシーがありますよ。うん、あります。その頃までの学会は良かった。そうです。楽しかったです。しかただ 100% 戸田会長がね、正しかったらば今学会はこうなってるわけないんだから、やっぱりどっかの方向性に隙があったってことですよ。エラーがあった。そのエラーをうまく拾って増幅したのが池田大作で、で逆転しちゃったわけだよね。それはやっぱりさ、まさに武徳王獲得ビープの相続一致、ご孫子を本当命がけで守るっていうところにしか仏教の本にはないんだっていうところを戸田会長はちょっと軽く見たっていうことだったと思うんだよね。それが増幅されちゃって今、こう逆にその宗門を飲み込むような、切り捨てるような、飲み込むような、下に置くような、そういうふうに、その弟子どもが変なふうに成長しちゃったわけですよ。その延々立たせば、やっぱり戸田会長の、その決め事に、やっぱりその、その目が、方があったっていう、うん。そこだけですね。あとは大好きですよ。戸田会長の人柄も、喋り方も。私も YouTube で、声も聞きましたが、うん、すごい旅声で。で、なんか魅力ありますよね。ね、人の心をこうね。だからかなんかわからないんですけど、戸田さん、戸田先生がすごい聞いてる目だったなと思うのは、最後の戦いは共産党との戦いだった。だから公正の仕事だった。今、国会からの共産党とはね、盗聴事件が広がりましたから、うん、そうそう、今はね、こんな風になって言ってますけど、結局今はもう全部そういうぐらいになっていたじゃないですか、世界中が。だから、その先生の方のことは本当に正しい。